でーす。スグムにあるね、甘露七福神へまた再び訪れました。ここはね、ワンクがね大好きな塩あんみつ850円がね食べれるお店です。いやー、ここはねもう何度来たかわからない、それほどねファンクドハマっております。お店のねおばちゃんとねもうプラザーの中でね何度も来てるからすごく仲良くなったのね。それでね、お久しぶりでーすって久しぶりに声かけたらね、どちらさんですかって、あの恥をかかせないでちょうだい恥をかかせないでまずね、ここはねあんこがやばい。ここのあんこはね、普通のね砂糖は一切使わず、天才糖というねもう自然なね甘みのね砂糖を使ってるのよ。もうこのねあんこがもうやばい。あんみつはね、あんこがね、命ですね。でね、あの、白玉とかね、牛皮とかね、あとね、クコの実、イチジクとかね、あと松の実、いっぱい入ってんのよ。それでね、タレがやばい。このね、塩のね、タレがね、もうよ。普通のね、あんみつとは違ってね、キレがある。あの、塩のね、キレがすごく効いてて、こんなね、美味しいね、あんみつ、なんだこれっていうね、一番最初ね、食べた時にね、この感動、今でもね、続いております。あとね、あの、おばちゃんが覚えててくれたら、もっと美味しかったと思う。怪しい行動いっぱい取ろうかな。そしたらさ、おばちゃん覚えててくれるかな。出来になる。じゃあやめとく。ここの塩蜜ね、もうお気に入りだから食べれなくなるのはね、コクですよ。とてもコクいです。もしね、巣鴨に訪れた場合、時はね、ここのね、甘露七福神へ、どうでしょやろか。めちゃくちゃ美味しいでー。それではね、早速相談のコーナー行ってみたいと思います。このね質問にお答えするのにだいぶ時間かかって、テダホーマーさん申し訳ございませんでした。ブックオフにバイトとして働いてますが、なんでみんなはブックオフに来てくれなくなったのでしょうか。不潔なイメージをネットでよく見かけますが、今は綺麗に掃除され、清掃され、価格も以前より下がっています。何がそんなにブックオフを避けるのかわかりません。もしよろしければどうして避けるのか教えてほしいです。テダフォーマー。ファンクはね、昼間のね、仕事の時にね、時間空いた時たまにね、ブックオフやる時あるのよ。なんか悪いイメージはファンクはないけど、まあネットでね、よくね、いろいろ書かれてるね。ずーっとね、いる人とかで、まあなんていうのかな、ムンムンと匂いする人が嫌だっていう人とか、あとね、まあ人がいっぱいいてね、なんか読みづらいとか、あと本がちょっと汚れてるとかっていう書き込みよく見るんだけど、ファンクはそんな感じはしないかな。それとあと買い取りの時にこれ売れませんけどこちらで処分しますかっていうのをね、なんかあの引き取ってそれを100円とか200円で売ってるっていうのは恨まれてるってよく書いてあるんだけど、まあそれは確かにまあ恨まれるわね。でも T ポイント抜けてからなんかググーってきたね。まあ、Tポイント抜けたからって原因ではないけど、あの時期ぐらいがなんか分岐点だったんじゃないのかな。ファンクがね、これなんじゃないかなと思うのはね、
ょっと検討外れかもしれないんだけど、その店舗ごとにさ値段設定違かったじゃない。だからまあ若い子たちとかはさ、いろんなお店でさ高く買い取ってくれるお店とか探してるのをすごい楽しんでる子たちもいたと思うのね。こっちの方が10円安かったとか、こっちの方が30円安かったとか。でも今一律同じになっちゃったじゃない。だからねえ、それだったらさ、ゲオに行こうっていう人多いんじゃない。まあゲオの出現もかなり大きかったと思うんだけど、お店ごとにねちょっと値段設定ね任せた方が良かったんじゃないかな。そしたらさ各店舗ともさ値段のさ努力とかもするじゃない。まあそれが原因なのかなってね。まあ検討外れだったらごめんね。あとはでもファンクね使ってて、ファンクはあまりなんかそういうなんていうの、 その相談内容なことはあまり感じないかな。まあ頑張って。秋葉原のねヨドバシの1階に入ってるね揚げバカというね唐揚げ居酒屋へ訪れました。プレハブみたいなところでねなんか唐揚げ食べれるんだけど、この日ね6人来ますけど唐揚げってどれぐらいになりますって言ったらね、いや今ね20個セットね買ってってくれるなら2000でいいよって。それでレモンハイボールもね6人分で2000円でいいから買ってってって言うから、あはいじゃあお願いしますってね注文したのね。唐揚げでけえでねお店のおじちゃんがね気使ってくれてね、普通のね醤油味とねあと塩味の2パターン用意してくれたのね。塩味美味しい。ここね専用のソースあるんだけど、ちょっとねこれからねこってりしたものね食べるということでソースはね買わないでそのまま食べました。あとねレモンハイボールうまい最近ねずっと飲んでますけど、まあたまにはねお酒飲むのもいいかな。それでは最後の相談です。彼女と付き合って5年になります。よく女友達とカラオケに行きますが、酔って電話をかけてきた時に周りで男の声が聞こえる時があります。問い詰めましたが女だけだと言い切り、信じられないならいいとそこから一切話してくれません。彼女の友達に話を聞いたら女しかいないと言いますが、彼女の言っているカラオケボックスとは違います。絶対に怪しいです。結婚を考えてて一生懸命仕事をして貯めているのに、このままでは自分がやりきれないです。はっきりするには友達を交えて話し合うしかないと。もし浮気をしてたらこの5年間を向き合っていいか分かりません。真実を知るのが怖いです。居酒屋バイト25歳。結婚をね控えてっていろいろね働いてて、でお金も一生懸命貯めてたと。一つだけね言えるのはね、はっきりしないと結婚するのはやめた方がいいと思う。それはねもう居酒屋バイトさんもね分かってると思うけど、明らかにねカラオケボックスで男の人の声が聞こえるということはね、店員さんの可能性もあるけど、もしそれが頻繁にあったらね、男の人もいる可能性がかなり高いと思う。それをねもうはっきりね話して、でねどうしても彼女がね嫌だと言うなら、そのね女友達とねカラオケボックス行くのはねちょっと考えてくれないかって言ってみたらどう。遊びのもいいけど、もうそろそろね二人のことも考えてくれないかなって、そういうふうに話して聞き出してみたらどうかな。それでもしね浮気してると分かった場合は、
お買いに来れば。なんかごちってあげるよ。あのワンカップぐらいならね。ごめんせこくて。居酒屋バイトさんはね、25歳、まだまだ若いよ。だからそこのね、あの居酒屋でね、社員になるのかわからないけどね、まあいろんな出会いあると思うよ。居酒屋でもさ、若い子いっぱい与えてるじゃない。お客さんとも知り合うかもしれないしね、一生懸命やってればさ、誰かあなたを見てくれる人いると思うよ。ちょっとね、詳しくわからないからね、浮気してると思うとかはっきりはね、ファンクは言えないけども、25歳はね、まだまだですよ。もうね、結婚のね、話もしてて、でね、もうそれについてね、話し合ってるならね、遊び歩いてないで、ちょっと二人のね、これからの結婚のことについてね、真剣に考えてくれないかっていうのもいいと思うよ、すごく。それでもね、女友達とね、飲み歩くのは別にいいとは思うのよ。まあそういうストレス発散も大切だと思うけど、でもね、男の人の声がね、前でまた聞こえたりして、あなたがね、疑問に思うようだったらね、もう結婚する前にね、そういう疑問っていうのはね、しちゃってからはね、もっと大変なのよ。だからね、俺はこういう風に感じてるけど、そういうのは嫌だってはっきりね、言ってみて、それでも治らないようならね、あなたのご両親にね、相談してみたらどうかな。的確なね、アドバイスをくれると思う。ね、状況がね、はっきりわからないからね、ファンクは何か言ってね、大変なことになってしまうとね、申し訳ないんでね、断言はしないけども、もしね、もうどうしても疑惑が晴れないときは、ご両親に話してみるのが、一番ね、いい答えをいただけるんじゃないかなと思う。それでね、もし別れることがあったとしたらね、オフ会に来たよ。したらね、まあ、居酒屋ぐらいならちょこっとご馳走してあげるよ。頑張って、引いちゃダメよ。自分がね、これはなんかおかしいと思うことはね、どんどん追求した方がいい。してからじゃな、遅いからね。頑張って、もし何かあったらまたね、相談しに来てください。頑張っ。